藤波五一以下先鉄商増集より、杉田政権杉田政権安政6年2月19日は、江戸時代、幕末期の乱学者。意味名は新、政権は自、豪を梅里、または天心郎と称する。杉田玄白の孫、杉田律教の子として、江戸浜町に生まれる。幼児より、学業に優れ、儒学を、萩原力や、 乱書を、名倉ら十三郎などに学ぶ。二十歳の時から坪井信道に乱学を学び、人格的にも深い感化を受けた。1840年に天文大役員に任命され、1843年に、老中、水野忠国の命で、オランダの政治書を翻訳したが、水野の失脚によりこの書は日の目を見ないことになった。同じ年に、海上法律前書を訳述している。 1844年にオランダ国王からアバックフに開国を進めた新書を翻訳。1845年には父の後を継いで若狭国オバマ藩主の辞位となる。1853年のペリー来航の際はアメリカ大統領からの国書を翻訳。翌年、天文大学院の職を辞し、主として法術者などの役実に従い、1856年には 番所調べ書の教授に迎えられた。本格的乱話辞典の編纂などに力を尽くしたが、生まれつきの病弱に加え振動により43歳で、逝去する。時勢は、死にたくもまた生きたくもなしの花散るも散らぬも風に、任せてであった。生形の生前を知る、人々の伝承によると、神経が鋭敏に過ぎ、塞ぎ込んで考え込む癖があったという。 妙理に疎く世俗の妥協を嫌い、謙虚ではあるが他人にも厳しく、穏やかというよりは見解不起に近かったと言える。政経の門人に橋本左内がいたために、国家の暗記にも関心を示すようになっていたが、シーボルト事件以来の蘭学者への迫害、さらに蘭学者自体の堕落が政経の憂鬱を深めたものと推察できる。佐久間昭山は杉田にオランダ語を習った。 市川県境原平蔵公園、ありがとうございます。